ああ、聞こえますか？カテゴリーはね。これねえ、で元気。なってんのレーかシな？ング。待ちくたびれあ、てなっ死たになった。そうだったなったよ。ね。PC ゲーム、大丈夫だったのね。いや、これちなみにもう Windows からやってます、これ。どうですいか？や、お疲れ様だったこれね。Windows です。こんばんはー、お疲れ様でした。1-5-5-20。おじさん、待ってたよ。大丈夫そうよ、設大丈夫定そうあだりがね。とう。快適からムーあチとョ。はどんだけ負荷があるか、ないかとかね。まあ、1-5-5-19。ないかどんだけど、これ。ないと思うてた。ありがたや。やっいぱや、りもう急ピッ Windows チで設から定のした。方が安定するよね。声声違違ううのからね。ね。マイクちょっとごめ来ん。ましたか。これ、Windows に挿してたマイクでやっちゃってたから。これ、変えてもいいんですけど。ちょっと待ってね。ゲームをやってどうなるかなんでね。カメ一ラ回は見てすん Mac で。のが綺麗だったかも。読み上げのあれ適カ用メさラはれな Mac いのんがだ綺な麗。て。いや、これ実はカメラ一緒なんだよね。Mac のあれでいろ Mac いろ変わ使るのかっね。て長時間やったらどうなるかって感じ。読み上げのあれ適用されない。え、どういうこと？画質設定の問題。画質設定の問題なのかまあな。試してみましょ。何にもいじってないんだけどね。マジ、こっちの方がふわっと映ってる。声変わるやつです。こっちの方がふわっとしてる。いや、でもこの変わってるように聞こえるんだよね。1-5-5-20。おじさん。いや、これはね、多分ね、テッサーさんが Mac 仕様に多分作ってくれたのからかもしんない。まあ、こうなるかなっていう気はした。正直。なるほど。多分ね。ああ、そそうのままか。Mac のやつをな回るしたほどら、ねえ、すごいな。Mac のバグを多分、あ、違うか？あ、違う、ごめん、ごめん、嘘だぞ。いや、嘘じゃねえわ。Google 日本語では変えらんねえや。なんかいじったんだっけ、俺、忘れちゃったな。テッサーさんにもう一回聞かないとわかんねえな。ゆっくりでどうぞ。本当に思いっきり初期のお初期。茶、こんまあ、設ばんは、グ定、ラス団子に。かも。あとあれだ、サンキューベリーマッチできない。ごめん、今日は。お茶はありがとう。とりあえず、なんか別の方法を考とえまりすあわ。えず快適。移行したばかりだからお気になさらずに。Windows 移行早くてびっくりしました。いやー、ちょっとね、探ってこう。知り合いに協力を、あれですよ。協力してもらいましたよ。でもね、Mac より設定簡単だったね。やってみたら。Mac すげえめんどくさかったんだよね。やっぱり配信向1-5-5-20。きなのはこ Windows んの方ばんがは。良かったわ、これ。そうなのね、お疲れ様です。だからすげえ感上がってん謝。だけど。移行早すぎない。ほんと。でも2時間ぐあらいずっりとが喋ってたよ。とう。でもとりあえずこれ普通の配信はできあてるりけがど。とうございます。まあ、ちょっとマイクこれに変えようたか。だ荒れが気になります。これ配変え信ようか。今のとこ大丈夫そう。もうこれで変えたところで別に何か変わんねえけどね。いや、これ邪魔だな、USB。めちゃくちゃ邪魔だな、このケーブル。こっちに行合わせないこう、おといけ疲ないっれて。様です、乾杯。すげえ邪魔。やってくれて嬉しい、おちょっやとすね。み。じゃ、ミュートにします、マイク。耳裏結構荒れてるね。はい。
あ、こっちのマイクに変えました。どうですかね。別に大して変わんないと思うけど。耳が結構荒れてるし、漏れてっかんね。うん、パフォーマンスも大丈夫そう。パソコンの温度も、今何度だ ?34 度。まあ、雑談する分には大丈夫だね。ちょい小さめ。ちょっとありますわ。まあ、こっちのマイクじゃなくてもいいんだけど、どっちのマイクが音質いいかが、皆さんにないとわかんないと思うから。だいぶ近づくと、こんなもんでいいかな?とりあえず。ゲームやってみてって感じだけど、あとは。こっち見て、こっちあります。とりあえず、大丈夫だと思うんですけど、ちょっと、エペックスもやってみていいですか?あ、そうだ、YouTube 流しみたい。YouTube の音がちゃんとみんなに聞こえてるかどうか。ちょっと適当に、これでいいや。音いって。いってねえな、これ。あれ、なんでだ?ああ。ん?違うな。これ、みんな、音いってないよね。YouTube の音を1ミリも聞こえてないよね。いやーこれちょっとね、リアルモニターちょっと、に設定するんで、明日。めんどくさすぎる、画面切り替えが。なんでだ?あ、え?なんでだ?さっき行かなかったっけ?これで、コメント打ってくれ。ステレオミキサーとか言われた。
別、そう、だから俺、ウィンドウになっちゃったからさ、人間どもは、なんだよね。曲流せなくなっちゃったな。アップルミュージックなら流せんのかな。バカだにゃー。バカだにゃー。おならぷー。これで、ゲームキャプチャーで、待ってね。アップルミュージックならいけるんちゃう。そうだよね、多分ね。あれだな、そもそも OBS の設定どうなってんだ。そういえばで、ちょっと言い出してね、配信出力2500か、これ3000多分いけるな。出力基本多分映像ビットレート3000いけるはず。めめめ5000いってみようか。いっそのことこれで落ちたらあれだけで5000いってみよう。超綺麗なんじゃないかこれ。で、ゲームキャプチャーが来ない。プロパティ。フルスクリーンアプリケーションをキャプチャー。それは知らにゃい世界。映ってない。なぜだ？OBS の話かな。ゲームキャプチャー、ゲームキャプチャーでいいな。ゲームキャプチャーじゃないのか。違う。あれ、さっきゲームキャプチャーできたのにな。なんで映んなくなっちゃったんだ。映像キャプチャーデバイスはこれいけそう。さっき映ったのに。もう、やだな、これ。何も映ってないよね、みんなね、これね。OBS、OBS。Windows でパソコンのゲームの画面映す方法。ないね。つらわら。ゲームキャプチャーだよね。黒ですわ。真っ黒画面です。ゲームキャプチャーのはずなんだけど。特定のウィンドウ、違う。ゲーム開いてゲームキャプチャ。でしょ？今ゲーム開いてるもん。今エペックス開いてるよ。ゲームは立ち上げててこれなのか。ゲーム開いてからのがいいのかな。もう一回やり直すか、全部。ゲームキャプチャー消して、こっちを消して、今ゲーム開いてる状態だから、でもさっき同じことやったんだよな。既存、OK。順番あるかもね。いや、ないなぁ、映んねえなぁ。例えば他のスクリーンに変えてみるのも手かも。他のスクリーン？いやでも画面キャプチャーとかやったら多分やばいことになっかんね。負荷。画面キャプチャー。俺はまあ画面、普通に画面キャプチャーするだけでしょ。つらぁ。
や、ゲームキャプチャーでゲームが出ないの時点でおかしいんだよな。なんでだ。なんで？何がいけないんだ。解除。わかる人いないよね。実況動画作ってた時はゲームキャプチャでできてたんだけどな。いや、そうなんだ。そのはずなんだよ。できるはずなんだ。さっきできたもん、俺。うん。でも、あの、Windows の更新がちょうど来てて、Windows の更新して、再起動したんだよ。それが原因ではないと思うんだけど。できなかった。わかりません。違うゲームやってみようかな。さっき作動してたものが今できてないってのはあるあるわら。そうなんだよ。MJ。そもそも MJ これ反応してくれんのか。はや、もう環境できたんか。スチームなどのサードパーティー製。これ OK 入れないのか。でも見れなくてもさっきできたんだけどな。先生来てくれた。ワイプは生きてるよ。どうかしたんですか。ゲームがキャプチャーできないんですよ。テスターさん。OBS、なんとなくわかりますか？そっか、知らんわ。はぁ、再起動かなぁ、これ。再起動かけると止まっちゃうんだよなぁ。ゲームキャプチャができないそうです。テストではできてたそうなのに。OBS でキャプチャができないのね。そう。意味わからん。エーペックス。調べてみてみる。再起動の必要はないはず。ありがとうございます。なんでさっきできたんだ？さっきできてできないっておかしくね？バカな話あるかよ。ストリームラウズ OBS オブスタジオ。ストリーマーズ OBS。どっち？いや、普通の OBS。OBS スタジオ。26.1.1。普通の64ビットの。あ、そうか、ストリーマーズってあったな。あれできんのかな。特定のウィンドウキャプチャー。ウィンドウ。これか。あ、ごめん、できた。テスターさん、ありがとう、できた。お。できたわ。お。来た。でも、ワイプ死んだ。あ、よかった。来たー。えがったね。これだわ。すごい。画質良い。これだ、これだ。全部来た。これだね。お。大丈夫そうだね、とりあえず。ありがとう。次。
おめでとう。若干です。今年も良くなったな。レスポンス良くなった。鉄さんさん申し訳ないんだけど、これ多分ね、Mac のバグ仕様のためにいろいろやってくれた、やったと思うから。あとは目標をセンターに入れてスイッチ。なんかね、設定ができなくなってる。はいはい。Google 日本語以外声が変えられない。1-5-19。あら読み上げ適用してる。読み上げは適用できた、一応。ただ残りの人たちの設定ができない。なんか初期でなんかやったんだっけ、覚えてないんだよね、俺。鉄王は Mac じゃないとできないよ。あ、そうなんだ。残念なお知らせだね、それ。超残念なお知らせじゃん。おじさん死んだ。今日限りでおじさん死亡だ。なるほど。おじさん死んじゃった。まあでも Mac でもやりますけどね。あの、負荷かかんねえ配信。あれ、この声にはできた。あ、タミ君ぐらいだ。エペの画面真っ暗になったけど大丈夫。わら。わらわらわら。ほんとだ、完全におじさんじゃない。これからは、Mac を Windows に取り込むようにしないと。変な声になっちまったよ。あ？これは無理なのか。セガ MG は、映ってくんねえな、これ。どうやってわら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 。1-5-20-20。テストを。特定。どうだろう。MJ は映ってくんねえんだね。よくわかんねえな、これ。なんで？OBS のバグかな。音は来ました。なのか。音は来るよね。それは音は来るだろうけど。振動モードのゲームは OBS で指定しないと。音だけ。ウィンドウモードのゲームは OBS で否定しないと。これでどうさ。コマンド変わるんですね。全画面モードのゲームは取り込める。面白。2-9-10-10 テスト。全画面モードのゲームは取り込める。なるほど。ちっちゃいから取り込めないんだ、これ。なるほどね。いや、フルサイズにすればいいのか、じゃあ。この MJ の設定を。どうだ、出たでっけ。フルサイズにすると多分画面汚いんだよな。だね、よいしょ。2-9-10-10。これでどうだ。多分音声ゼロしか対応してないかな。ゼロ、なるほど。なるほどです。いや、0と1は対応してたと思います。で、これで、テスト。ゲームキャプチャーで、プロパティ。1-20-20-20。ああ。1-5-5-20。おじさん。1-5-6-10。あれ、ゼロだけだ。いやー、ダメだな。1-5-19。
です。おじさん、さようなら、わらわらわら。なんか MJ は無理だな。画面でやるしかないのかな。雪屋とコメントがバラバラで草。うわぁ、テスト。ダメだね。君に決めた。ウィンドウキャプチャーしかないかな。わしの環境だと2種類いけるのに、OS がプロフェッショナルじゃないからかな。さようなら、MJ。ダメだなぁ、これ。これでどうや。ごめんね、みんな。ちょっといろいろ好き勝手やってんで。こんばんは。まだ解決しませんか？しません。とりあえず配信できるのは。このまま寝落ちしたら読み上げの声で怖い夢見そう笑。これで。待ってますので、ゆっくりどうぞ。キャンセル。この声はどうかな？逆にこっちも好き勝手やってるから気にしないで。慌てない慌てない。低め来い。小野くん、コルタ泣きした。ダメだな、認識してくんないな。MJ どうやって取り込むんだろう、これ。実は先日、高校の同級生から連絡来て焼き鳥おじさんの話したら、その子か言うには最後に焼き鳥おじさんを目撃。画面キャプチャしか、画面キャプチャしかないのかな？いやー、わらわらわら、テスト、テスト、テスト、わらわらわら、画面キャプチャーとか一番やりたくねえな。余計な画面映しそうで超やだわ。まずコメントが読めなくなる、多分。確かに怖い。いや、怖くはないんだけど。さらに切なくなってしまった私と同級生。デュアルディスプレイじゃないと多分ダメだな、それは。シークリーンでコルタナ消したな。コルタナ？コルタナって何？応用テスト。焼き鳥おじさん。コルタナ、コルタナとは、Windows 10などに搭載されている音声アシスタントの名前です。ああ、はい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 。消しちゃったかもね。もしかしたら、いや消してないのかな。わからん。言われるがままに設定。それもコルタナあったか忘れた。設定してたからわかんないな。なんか NJ はなんかできないな。まあいいや。画面キャプチャー多分おーありそうだな。調べたら出てくるのかな。OBS。画面サイズのせい。NJ。しかしが必要いな。MJ 映す。テスト、テスト。テレビゲームは違う。対応してないゲームもある。OBS を終了する、ゲームを終了する。全部起動し直せってことか。最悪。普通に。この声に決めた。画面サイズのせい。そう、今画面サイズをね、フルスクリーンにしたんだけどね。
ックスクリーンでも映んないんだよね。テスト。1-5-5-20。テスト。さっきは映ったのにね。あ、いや、エイペックスは多分映ってる。セガが無理なんだなっていう。MJ。MJ が多分無理。無理なのかわかんないけど。なんか設定をいじんないと、MJ。いかんのかもしんないね。他のゲームも大丈夫なのかな？もう一回エペックスやるか。企画があるのかな？わかんない。ほら映るんだよね、ほら。ほら映るんだよ。エペックスは映る。映るね。ちなみに音大丈夫なの？音は映る。音もちょっとチェックしてよ。音来てる？これみんな音来てんのかな？タスクマネージャーのパフォーマンスも映しておいてほしい。映るねー。タスクマネージャーのパフォーマンス。音まだ来ない。え、音来てるはずなんだけど。あー、もうめんどくせえな。なんで来ねえんだ。音来なきゃ意味ないよ。ゆきや頑張れ。開いてないね。全部 OBS の設定だと思われ。頑張れ。これ音来てないよね。音来たよ、一瞬。え？一瞬来た。一瞬来た？ってことはだよ。この状態は？何だろう。これ今鳴ってる？あれ、一瞬聞こえた。この状態は？なってます。これは来た。あ、なるほど、じゃあこれもう。なるほど、じゃあこれコメント一切読めねえわ。小さい。ちっちゃい？え、待って待って。まさかこっちのやつを拾ってみたいな。これだぞ。小さいで。聞こえてる。聞こえる。わかんねえよ、確認できねえよ、俺も読み上げ聞こえねえから。ちょっと大きくなった。聞こえてます。え？聞こえるけど小さい。止まった。止まった。なるほど。画面切り替えると聞こえなくなるんだ。どういうことだ？あ、また。あれ消えた。なるほど。どうすりゃいいんだ？LG にしてるからいけないのか？なんだかめんどくさいな。エツコとゲームの共存はできないのか？よ、考える。パソコンの音をスピーカーに。エツコは関係ないはずです。ちょっといろいろやってみよう。
悪いけどコメントちょっとしばらく読めないわ。試して合点。あゆちゃんこれしかねえな。はい、頑張ってください。でこの AUX をここにはめて、でこいつを。パソコンの音に持ってこさせる。よいしょ。ああ、緑色。ここな。これで、これで、スピーカーかませなきゃいいのか、なんなら。いや、違うか。今日。聞こえねえや。ああ、これで、あれか。これで、デバイスを、こうやった、これ。結局リアルテックハルって何なんだろうな、この。いや、これ多分設定間違ってないな。OBS はいけないのかな。で、ステッサ、あれか、ステレオミキサーだっけ？サウンドの設定じゃねえや。これか。でも全部上がってんだよな。ちなみに Windows のアップデート設定の前と、あとどっちやりましたか？設定の後。設定の後にやった。そう、一通り設定終わったから、それ入ってこようと思って、振られる前にアップデートかけたんだよね。
てか、なんなくなっちゃったな。いや、設定戻ってったので、そこ音量系はね、特にいじってないからね。てかまあ、こればっかりはもう配信やんないとわかんなかったと思うから。デスクトップ音声に。普通ではない！前と変わってないなら良いけど。なんでゲームが出ないんだろうなぁ。プロパティ。ゲームキャプチャーと調べよう。でもゲームキャプチャーはボリューム設定なんかないんだよなぁ。音声。あ、ちょいちょい。モノくんも、リングフィット買いませんか？リングフィットにてクタクタマン。お疲れ様です。この設定は無事終わったら考えるわ。デスクトップ音声を規定にしろって言ってるサイトあったぞ。なるほど。デスクトップ音声を。小野くんこんばんは。来て。うん、変わらんな。ゲームオンなってないでしょ。テスト。なんでゲームキャプチャーの音が出ないのかな。出ないです。ゲームオンは来ない。うん。わかんないの。ゲームキャプチャー。ゲーム音。履歴パターン。ゲーム音を出そうとしてるんですね。マジでこういうのわからんくなるやっこですね。そう。OBS の音声ミキサーはゲームを拾ってるの。ゲーム拾ってない。ただ、パソコンのゲームだから、デスクトップの音声拾わないっておかしくない？で、もうこの Chrome の声は拾うんだよ。どういうことって感じじゃない？まあ、だから、多分こうすると聞こえてるんだよね。みんな聞こえてるよね、多分ね。聞こえてるでしょ。そう、うん、でこう画面切り替えると聞こえなくなるっていうしょうがないのかね、これ仕様なのかね。もう本当にマルチディスプレイにしないと解決しないのかな。最初と比べて設定外れていないか覚えてるとこ見直してみたら良いかも。あー、いやでもそこまで確認してなかったんだよな。
何もいじってないから。考える顔。どこに何にもいじってないんだよね。まあそういうもんなのかね。配信してる人たちわかんないよね。覚えられないよね。多分これ普通に出てる。考える顔。今出てんだよね、これね。出てるかどうか。でもこれボリューム調整できないよね、これ。聞きながらボリューム調整不可能じゃん、これ。してます。ね。これ、聞きながらボリュームを調整することが不可能なんだよ、これ。マルチディスプレイじゃないと。そういうことなんだね。マルチディスプレイでやれということなのかな、多分。うん、っていうふうに判断しようかな。ちょっと明日にならないとできないからさ、マルチは。ケーブル買ってこないといけないから。今回は初回だし。あら。いやー、そんでもって。グラボの標準仕様だとそうだな。今グラボの設定調べてみる。あー、ありがとうございます。今ちょっと俺、Mac の方で配信見てるからコメントは見えます。まあでもまあ、あともうちょっとだね。できそうだね。クロノとかはできるの。やってみようか。あれ？やんなきゃいけないのかな、俺。消して。随分やりづらい仕様だけどな。もっといい方法ないのかな。映んないんだけど。
あれ？どういうこと？何なんだろうね。あの画面だけ映せないんだね。画角とか違うからかな。音だけだなぁ。この画面大丈夫。うまくいってないけど、こんな不安定なことだったら全然うまくいってない。だからオープニング映像が映んないってことは、多分もうこのゲームやってる時の、ま、アニメのムービーの時の何も映んなくなってる。プレイ中のあのアニメの画像かもしれない。今はいいんだけど、アニメの映像を映んなかったって何かっていうのを探っとかないと、プレイ中にアニメの映像が来た時に一切見なきゃ見せらんない。アニメだけじゃないか。アニメがダメだ。アニメだけじゃないから。コースの設定のような気がするよね。一回ちょっともう一回起動し直すね。一回やめます、クロノトリガー。いいね。もう一回起動します。真っ暗もんね。Gforce のやつってもう一回開いてみようかな。Windows のアップデートでなんか変わっちゃった可能性あるよね。それもかまいちゃん考えられるわ。一旦。なんだこれ。あ？なこれ。マイクロソフトビジュアル C。なんか映ってないかこれ。なんか映ったわ、エラー。あ、今のめっちゃ見たかった。これ映ってる？削除。
で今映ってんだ。うまくいってよかった。これは映った。マイクラは映ったな。てかコメントがなんか全然こっち進まないんだけど。なんか読んでないコメントあんだけど。うまくいってよかったって誰か今コメント打ってくれたよね。それねんねんだよ。なんだろう。終わり。ああ、アップデートか。モノくんだけだね。ん？モノくんだけ？めっちゃ画質いい。おはよう、映像来た。むむむ。来た。なんなんだろう。モノくんの声ちっさ。いろいろやってみよう。読んでくれるかな。モノくんはいつも来た。ただ、この画質で普通にできたらすごいことだわ。カチ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 。前の米がたまに読まれる。ね、ちょっとなんかいろいろおかしいな。パフォーマンス的にはいろいろ問題はない。まだ。38度、大丈夫。マイクラはオッケーで。あれれー、コナン。どうしよう、もう何やろうかな。試したいゲームが。画面切り替えるとゲームの音が聞こえなくなるのは、ゲームの設計。ゲームの設計。要はしょうがないってことですか？もうそれはどうしようもない。2-5-20-20で、キラキラ。どうしても音を出したければ、ウィンドウモードにすれば解決するかも。いや、大丈夫です。とりあえず。じゃあ、マルチディスプレイでやれば解決するってことですね。要は。了解です。ありがとうございます。調べてくれて。だから、今こっちの方にもモニター行きあるんですけど、それを。読み上げの設定も変わったので、今は音声ゼロしか対応してないみたいです。マルチディスプレイでやります。マルチディスプレイなら大丈夫だわ。了解。だからもうそれで、マルチディスプレイにすれば、やるほど訴えるような顔ピエーン。画面キャプチャで、麻雀とかも多分できるはず。多分強引に麻雀やろうと思ったら多分、ちょっとやってみようかな。やめて、MJ 移して、めっちゃめっちゃだけど。強引に笑。いや、強引にやるっきゃないんだ。そんなに笑。お。強引にやろうと思ったら、今日はお試し配信って感じでラフにやってみたら。これを、この声やだ。画面、ウィンドウキャプチャーじゃできないもん、多分ね。おじさんが恋しい。す
ずはいず、3はいず、1はいず、15、S。えと、強引にやられる麻雀。かわいい。僕もっとイケボーだったのに。テストテストテスト。あ、できた。次の話だけどさ、伝えるように Mac と Windows つなげてほしい。テスト。1-5-5-20 おじさんのテスト。1-5-5-20おじさん消えた。入力って何色だっけ？びっくり。青だね。青だね。これで。繋いだけど、え、繋いで、待って。繋げたら、マックでツイキャス起動。あ、うん、わかるよ、わかるわかる。で、今の通りやれてるでしょ。いや、そうなんだけど、こっちのあれなんだよ。こっちは今 LG の、それ HD のモニターから音拾って出してんだよ。いろいろまた変わっちゃうよ、これ。音声ミキサー。いや、OBS 設定じゃないな。サンドの出口が。今起きた作業進んだか。進んでる進んでる。とりあえず MJ はできるわ。ああ遅かればや枯れ通る道だったからゆっくりやろうぜ。うん、ちょっとゆっくりやるわ。MJ 来た。MJ は進んでいる。問題ない。音も聞こえるよね、みんなね。みんなの音聞こえるよね。オケッス。聞こえてます。いいね、大丈夫。そう、あとエスだけだ。あとはレッドだけだ。オーケー。ちょっと一旦、昨日。やったツアー。申し訳ないけど、一旦こっち切るね。聞こえてます。切んないとわかんない。で、こっちはオンだから、音来てるはずなんだね。音来てるはずなんだ。
で、まあまあ、とりあえずもう極端に、サウンド設定で出口を変えてみます。これで、消えた。これは規定になってるから多分合わせるはずなんだよな。ちょっと待ってね。LINE 出力。そもそもこっちじゃねえのか。これか。マイクだよね。これもしかしてみんな言ってんじゃねえ、これ読み上げ言ってない、言ってねえか。 MJ の音か、これ多分ねえわ。いや、あのゲームでしょ。ゲームでやってる。ただ俺何にも聞こえないね今。こっちのサウンドはあれだから。これ来るんだよな。Windows のこの LINE 出力のあれが分かんねえな。あ、ちょっと待って。Mac 側か。ヘッドオンにして、ヘッドオンのボリュームマックスだね。で、ダメじゃん、こっち。コメント打ってくれないか。何もなってないね。MJ の音が鳴りついてなるよ。疲れたわ。次回またちょっと調べます。声が消えた。あ、声は元から消えてるよ。こっちがオフにしてるから、 Windows の方でね。これで復活するよ。わかんねえ。なんでだろう。単純なはずなんだけどな。Mac の音を出力に、入力を出力に入れてるだけなんだけどな。なんで出ないんだろうな。わかんねえ。このケーブルはダメなのかな。まさかの。
このケーブルぶっ壊れてる説。わかんないもう。んー、まだ課題は山積みだけどね。山積みってか、まあ山積みではないか。まあ一応最悪ね、最悪もうおじいちゃん、おじさんはもう死ぬということで、死んじゃったということで、とりあえずおじさんは死んじゃったというは、はい。いやー、そんな悲しい顔されてもな、なんとか頑張るよ。ちょっと待っててね。おじさん、ダオリクで生き返られるな、なんとか。時間くれ、ちょっと。難しい、ちょっと。一筋縄ではいかないよ、これ。ダオリク頑張るよ。おじさんじゃない、マックの出力を OBS で拾うことはできるはず。ってことは OBS の設定ってことかな。マックの出力っていうかあれだよね、要は Windows に入れた音を外部の音を出力できるってこと言ったよね。Mac というよりは。要は極端な話、ラジカセの音を Windows に突っ込んで、そのラジカセの音を拾わせることができるはずっていう意味だよね。ちょっと、もうちょっと調べてみますよ。もうここだけ、ここまで頑張っただけでもちょっと、よしとしよう。Windows の入体とか、そこら辺も分かんないんだよ、俺。まだ。何なのか分かってないんだよ。本当に。まあ、端子が理解できてない。ああ、マイク入力と LINE 入力あるね。はいはい。その二つあるのはわかるわ。LINE 入力にしたらいいってこと？もう一回やってみるか。じゃあ、ただね、それで解決できないんだよな。多分君たちが聞こえても多分俺聞こえねえから、多分。まあいいんだけどね。あ、いや、どんなわけでいかねえよ。多分切り替えちゃうぞ。多分聞こえないと思うんだよな。LINE 入力だから、待って。A が LINE 入力。だからマイク入力、マイク入力にしてみるか。要はこっちヘッドホンにして。あ、音量ミキサーに見てる。システム音と、OBS と、セガネットマージャンと、スチーム、クリエントブースト、トラッパーと、クローム、だよ。
って要は来てないってことだよね、多分ね。タスクバーの音量を右クリックで音量見てたでしょ。うん。はぁ、しまったね。画面、キャプチャーするわ。ああ、なるほど。LINE 入力自体がないってこと、もしかして。そもそも。なるほど、そういうことか。それはわからん。そんなのやったことねえわ。要はなんかトラック作るみたいな感じでしょ？多分。ドライヤーやってねえ今日。もう自然乾燥しちゃったよもう。もう乾いちゃったよ。タスクバー音量マークを右クリック。タスクバー音量マーク。ああ、タスクバー音量マークを右クリックか。これか。サウンド設定。ちょっとこれで、さらに画面見せた方が早いな。画面映すわ。ちょっと待って、ね。映しますね。よいしょ。これかな？今映ってますか？映ってるね。これで、出力。今これね、ディスプレイの、ディスプレイから音出して、なんか、なんかとりあえず拾ってるんだよな。もうそこはちょっと申し訳ないけど。どれだろう、これかな。これっぽい。これじゃない？右クリック？右テストかな。これマジわかんないけど、これ本当悪いとわかんない。教えてくれ。この画面はなんとなくなんかそれっぽいなと思ったけど、これ Mac の音言ってないってことだよね、多分。カーで右クリック。はい。これ。ああ、なるほど。これ無効になってたけど、これ有効にするとか。遅くなった。え、なんで？なんて？おぉ、謎すぎる。全部の音が来た。なんで？何もいじってないで今向こうのとこに行っただけだぞ。手引き有効にしてみたら。行ってみようか。はい。で？わらわらわら。
産も来たね、不思議。結果オーライバラ。何がどうなってんのかわかんねえんだけど。理解できないでしょうがないよね。マックでツイキャスは立ち上げてる。うん、ツイキャス立ち上げてる。今自分のオートメディアです。エッコは蘇る。ヘッドホンは睨いてる。メタ落としてる。小野くんにはゲーム音来てるのかな。 1-10-10-20 ヘッド。いや、多分これでミキサーのデバイスの下にフルタブあるでしょ。どっちも繋がったね。これのこと？フルタブ？音量ミキサーのデバイスとしてにフルタブってこれだっけ？逆三角形のやつ。あ、これ、はい。デバイスって書いてあって、アイコンがあるでしょ。どれ？ごめん、わかんない。全然わかんない。音量ミキサーの中にデバイス。コメントだとちょっとあれだと思うんだけどね。ごめんね。一番右にスライドできないやつ。ちょっとごめんな、日本語が理解できてない。左、あ、これね。あ、これのことか。はい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 、これだ。今あの HD から送らせますっていうのやってね。ああ、でもここ変えてってよ。ああ。音量ミキサーの中にデバイスがあって。
謎謎解いてるみたいだな。なんか違うね、わかんないわ、ごめん。ちょっとこっち変えてみよう。 LINE にして LINE 入力、ライン入力準備完了。あ、待って待って、拾ってるの、触れてる触れてる、レベルは触れてる。一番右のスライドできないやつ。一番右のスライド、え？一番左だよね。音来てんだよね。これを聞くにはどうしたらいいんだ。これじゃないの。こっちもだってリアルとなんとか。エツコの気まぐれキャットちゃん、寝て起きたらまだやってた、おはよう。エツコ古い米読んでる。読み上げがエツコ気まぐれになっちゃった。エツコが遅れてる。やったのか。マックでツイキャス起動してみて。いやちょっと待った、これこっち切るわ。デバイスが入力。いやなんかもうわけわかんなくちゃ。いや、再起動しても多分意味ないよ。多分来てないと思う。このデバイスを聞く。なんか音きてんだよな。マックに次はつけてるよ。つけてるつけてる。ここまでは来てる。僕拾ってんだよ、なんか。ほら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 。でも聞こえねえんだよな。あ、待って待って。ってことは、待って待って。こっちで、でも規定だな。これか。ブーストってなんだよ。あさってか頭までだな、これ。無理だ。え、聞こえてんの今。出力デバイス。あれ消えた。これ一切聞こえなかった。
なんで今聞こえたんだろう。売れないな。あ、でも今来てる。今音来てるね。うん、ミントがある音来てる。聞いた音が、おう、ケツオオオ、あ、君たちには聞こえたね。大キクナッツン、ゲームオンデカ、ケツオ来た。あなた、ケツオ、ケツオオオ、イケボ、おかえり、大勝利か。おじさん戻ったよ。大きい音。大きい音。鉄を帰り、涙顔。来たー。おじさん、来たね。ルンルン、ザオリって。帰ってきた鉄を。ありがとうよ。鉄棒だけ消えた。わらわらわら。おじさん、嬉しくなっちゃったな。あとは両方に音がいけば。モノくんの声わからぬ。ありがとう。聞こえた。お。人類おっさん化計画。
画面わかりませんチメンタルですよ。まだ終われない。こうなると聞こえなくなるんだよな。何にも聞こえない。こうなるとゲームを何にも聞いたわ。なんかモノくんいっぱいいませんテスト。やっぱこのな。ええ。あら。一回もしに聞くのが長いのかな。これが面倒くさくさしてる気がするんだよな。俺いっぱいいる。ああ。モノ君に聞こえてないとエツオが届かない。めどくさいねー。どういうことなのかわかんねえな。多分これじゃいけないと思うんだけど、でもこれやったところで別にあの声も聞こえるんだよな。これで別に映像を聞こえるわけじゃないからね。コメントを作ってくれますか。うん、単純にこれで聞こえるはずなんだけど聞こえるんだです。うん、ダメか。何なんだろうな、そりゃそうだよな。聞こえるわけねえんだよ。パソコンからは出てんだもんね。だから、パソコンから出てる音を、今度出力せないかんのか。あ、そういうことか。モノくんち行きたい。D を必要さないかも。なるほど。どこかな。あ、これを今度はここに。とりあえずゲームを。TST。聞こえた聞こえた。進路期タイムだな。ああ。おう。これだ。おめでとう。聞こえた。聞こえてますか。なるほど、ね。よかった。やったー。聞こえた。オッケー、ありがとう。これで大丈夫だと思う、多分。僕のイケボ届いてますか。お父さんにありがとう。お母さんにさようなら。おめでとう。これがおじさんの
声だよ。あ、でも多分これゲームは多分大丈夫だ。本当だ、マイク拾ってる。ゲームの音で拾ってるからね。ありがとうおじさん。みんなもゲーム聞こえてる。嬉しいです。でも聞こえてるよね。よかったね。つ、バッチリ8名です。ゲーム音乗ってる。聞こえてます全部。全部来た。聞こえてる。いいと思ってな。最高。テスト。ゲームとあとかデスクトップだからしょうがないのか。これは設定しようがないのか。例えばこっちで下げればいいのか。そうか。でかい場合はこっちを下げればいいんだ。バック側で下げればいいんだ。ちょっと待って、これさ、マックの画面を今こっちで映してんだけどさ、モニターもう一個いるじゃん。無理があるな、これ。マック側の設定を同時進行で見なきゃいけないってなったら、モニター買うか。モニターもう一個いるじゃん。いや、もう置く場所ないよ。ええ。だってそういうことだよ。だって Windows のリアルモニターにするわけだから。モニターもう一個ないと無理でしょ。置く場所確保せよ。なるほど。おじさん壁にかけてる陣ちってるよ。必要経費で落ちんのか。落ちません。落ちるわけないでしょ。困ったな。マジか。いや、単純にモニター3つとか邪魔くさすぎるんだよな。いくらなんでも。タスクマネージャーのパフォーマンス見せて。はいよ。見えなくていいならいいよ。見えなくていいわけにいかないんだけど、まあ、ちょっと考えます。問題は解決した。一応パフォーマンスタブ一応ね。配信もゲームも余裕そうだな。最悪 iPhone でコメント見るとか、まあ、疑問符なんで皮かぶったん。パーカーおじさん。最悪スイッチャー一応あるんで、それでこう普段は映さない。マックは切り替えれるのですね。切り替えられる。なんとかなりそうなのか。まあ、ちょっと明日ケーブル買ってきて Windows のリアルディスプレイを試してみないと何とも言えないけど、ああやっと酒飲める。
もう酒飲もう。気にしてるかと思って心配してたから、ここまで回復してよかった。いい火力、ありがとうね。もうしばらくやりたくない。メル KP、 お疲れ様 KP。 今もゲームやってるよ。てみて、乾杯だ。祝杯をあげよ KP。 お疲れ様。いやこれ消すね。画面キャプチャーも消します。お疲れ様。お泣きしている顔。いやよかったよ。移行完了だめと。あれ、なんだっけ、どうやってんだっけ、さっきどうやって MJ ちゃんと映ったんだっけ。落ちなきゃいいなぁ。これで落ちたらもう無理だよ。あれ、さっきできたのにな。もういろいろいじくりまくってたせいで、なんか何が何だか分かんなくてさ、やべえな。あれ、さっきこれで映んなかったっけ。あれ、なんで画面の変え方忘れたか。あれ、特定のあれだよね。あ、違う、ゲームキャプチャーじゃねえんだ、そもそも。そうだそうだ、画面だ、画面。これだこれだ、MJ は画面でやるしかないんだ。てかもうこれ、ゲームじゃゲームだな。怖い、簡単風。闇に包まれた。来た、映った。 OK です。どうぞどうぞ。何やってもけど、今日はちょっとチェックのためにもこれじゃなくてゲームキャプチャーやります。試しにゲームしてみて。分かった分かった、やる、やってみるから。ちょっと待って、画質はエペが分かりやすいよ。だからありがとうございます。お酒飲んで無事に。もうやだ、もう設定ありがたや。よかったね。とりあえずね、お二人ありがたやすぎる。すまん、めっちゃ寝てたわ。おいらはめっちゃ寝てた。で、これはもう 音どうしようもないんだよね。これはもうこれでやるしかないんだよ。音来てますか。音のチェックができない。今んとこ綺麗綺麗。音来てますか。音ないですね。ドキ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 。来てます。来てない。ゲームも来てない。来てる。ゲーム音は来てない。音はない。なんかやべえ音鳴ってんな。大丈夫か。なんかブーってずっと鳴ってる。
か。ゲーム音来てたけど切れた。ゲーム音来てたけど切れた。もう、なんだ、ゲームキャプチャーかませるとまた変わっちゃうのか、音のあれが。次から次へと問題がつ。ブド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 言ってんだよね、なんかね。あーもういつになったら酒飲めんだよ。もうそっちでは聞こえてるのね。いや聞こえてない、聞こえなくなった。あらなんだろうな。フルスクリーン、いや関係ないよな。さっぱりわからんね。さっぱりわかんないな。休ませてもらえないのよこれ、わらわらわら。もういいや、酒飲みながらやろう。もうやだな、なんで。まったりやろうぜ。まったりやるか。でも意味がわかんないな。音が鳴らない理由がさっぱりわからない。これもなってあんのに、しっかり出てんのに、なんでなんでもなったんだろう。もう一回これ消してみようか。消しての、プラスでゲームキャプチャー。気まぐれコンピューター。なんかブル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 言ってんだよね。何なんだろうこの音。これがすげえ嫌な予感すんだよな。ヘッドセットマイク、ヘッドセットマイク、とりあえずこれいらないんだけど。なんだべ、わからんなあ。プツプツ言うのはライン入力だと思われ。なるほど。でも LINE 入力はどうし やらないとダメだからな。やらないと俺も聞こえないから。で要はだからこれ外したら多分なる。やんだね、確かにやんだ、やんだわ。でもこれやっちゃうと聞こえないからな。やばくねこの音。ノイズ乗ってるもんなのこれ。そんなノイズやばいの。やばいやばい。ブド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 ってずっと乗ってる。あれかなこれ、スチーム側、スチームの設定だったりすんのかな。設定ミュージック違うか。こっちには聞こえてないのだ。インターフェース、ゲーム中、関係ないか。
そっちには聞こえてないんだ。そうなんだ。まあまあ、そしたら別に最悪いい。おはようございます。おはようございます。もう、なんで俺ならないの。デスクトップの音が鳴らなくなる理由がわかんないな。さっきまで鳴ってたのにな。ネビなんとかアウトプット、これ何なんだろうな。これもオンにしたいんだけどな。無理か。これを無効にして、でこれも有効に、これ有効に、有効。サウンド、全くわからん。お手上げだ。ゲーム、今度はゲームの音が出なくなっちゃった。テスト、テスト。ゲーム画面も来てないからな。あ、ゲーム画面はね、お、ごめん、あの、これで行くはず。送ってないだけ。フェックスの音か。なはなはなは。ビーって言っちゃってる今。あ、でも来たな。どう？ノイズやば。こっち最悪なんだけど。ギーってずっと言ってんだけど。ブイン、ワイプ消えたぜ。こっちは来てない。これはどうにかなんないのかな。困ったね。モノ君の声だけ。嘘。ささやかに聞こえる。え、ゲーム音聞こえない？な。ファーみたいな。ファ、ファー。ちっちゃいってことかな？もう一回上げていい？赤ちゃって聞こえたかも。ごめん、こっちをめっちゃ下げます。 B3 ぐらいでしょ。で、大きいわらわらわら。なあ、バランスとの難しい。マシンガンの音する。ああ、じゃあその音だ。その音だよ。これこれこれ、このノイズの音。そう、このノイズの音がずっと鳴ってんだよ。エツオが本気出してる。エンジンの音みたいな。そうそうそう。こっちを耐えればいいのか。めっちゃ下げーの。コメントどんどん打ってくれ、元気な人、頼む。状況がわからん。もう適当でいいから、もう。おじさんだよ。テスト、バイバイララって聞こえる。 COD やってるイメージ。テスト、プロペラ。テスト、適当でいいから、コメント打ってくれ。おじさん、すげえ音やな。3、35。ありがとう。まあ、こっちで調整するとして、なんでこんな音なんだろう。これは何の音なんだろう。
ね、ワイプ蘇らんのか。この音だとものくんエペはきついよな。おじさん、いやこれ聞こえないけど、目が覚めてるよ。これ大丈夫だよ。ただノイズ乗ってんだよね。音だめっちゃめっちゃノイズ乗ってる。ビーってずーっと言ってる。こちらは全部聞こえてます。いやこれビーって言ってる。さっきのプロペラ音は怖いね。でーってなんか聞こえない。ビー聞こえる。この音はまずいわら。ノイズなんだろ。耳おかしくなるわ。ノイズなんだろ。ビーってビー、ミサコ、ミサコ、このビーってやつ。そう、ゲームに泣いたけど今度フォールアウトのメカみたいな音する。リボドラムとドラムスティック335ウサギリボ。ユキヤ君疲れちゃう。いやワンちゃんケーブルがおかしい可能性あるから取り替えてみよう。雑音切れば抜いたから。ダメだ。なんなんだろう、これ干渉の問題なのかな。ケーブルなの、ケーブルじゃねえな、多分一緒だ。鉄道はなくなった。きついなあ、鉄道これ。Windows も鉄道の声取れよ。スピーカーかまさないでやってみるか。ね、頑張ってるからいいでしょ、俺うまいもん買っても。ライン出力だから、まあこれを抜いて、こっちはこれ
で溶けたの？もう判明してよ。これじゃないの？なんだっけ？これか。コメント打ってもらっていいかな。もっと長めなのを打ってくれたら助かる。あれ？あ、違う。これか。あれなんで出ないんだ？ここまで来てんだよな。ああ、どうぞか。こうだ。プロペラ。パラパラ音が。プロペラ。これ関係ないね。LINE のあれじゃないね。マイク入力にしてみようか。C。マイク入力じゃないと思うよ、絶対。LINE 入力はダメなのかもしんないね。これで、マイク入力。来てるね。めちゃくちゃ音出てんだけどな、これどうなってんだ。マイク入力です。あれ、コメントを頼む。ああ、来てるなあ、来てんだけど。マイクじゃねえのかな、これ。ありがとう、ありがとう。ごめんね、付き合ってもらって。いや、違うんだよな。多分、マイク入力でそもそも音出すのがおかしいんだよな。これで拾わないもんな。いやー、ブツブツ言うのは何だろうね。マイク端子に挿したら出力設定見てみたら。いや、あのね、出力設定今あのこれでしょ、こう触れてんのよ。ああ、見た方がいいね。触れてるんですよ、これ。コメント頼む。触れてんのよ。ただこれスピーカーだよね。ライン入力以外も構成あんのかな、これ。
ミキさんないんだよな。LINE 入力以外。なんでなんだろう。これどうやって有効にするんだろう。SO は聞こえてない今。みんながみんなさっき言ってないだろうと。既存のデバイスとしてって。来ねえ。もう分かりません。もう。めんどくさ。そのマイク拾ってるのかな。そうそうそう、SO の音を拾ってるはずなんだけど。これは？拾ってねえな。拾ってるっぽいんだけど。音出てないよな。なんだろう。いいか、でもこれ既存にしてみようか。適用。でもやっぱ LINE じゃないんだね。そもそも構成がおかしいもんね。これなんだよ、やっぱり。あれ？ああ、転読されてないからか。接続して、既存のデバイスだよね。多分これめちゃくちゃノイズ乗ってんだよな。カマキリハキリハマキリカマキリハマキリカマキリ。これ何パソコンの仕様なんかね、これノイズ。BPO あるあるなのかね。ノイズノイズはミミミ。エツオは来た。BPO PC あるある仕様ってすんの。なんかんだ。なんなんだ。ミン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 
線になんか触れてる。線になんか触れまくってるよ。お茶 X10。お団子。いろんなの触れてるよ。代わりにノイズがやってくる。エツオ帰り。事実。触れないように努力してみる。触れてるせいかも。最大限努力してみようか。シー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 。なるべく触れないようにするけどさ。触れないようには無理だな、これ。浮かせるみたいな。オーディオオタじゃねえんだから。無理だ、無理だ。いや、そんなさ、そんな乗んないでしょ、言うて。ああ。無理だ、無理だ、ミン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 。なんなんだろうなぁ。いやぁ、これはライン入力の。モノ君はノイズ大丈夫なの？まともにゲームできないよ。コンコンケンケンワンワンニャンニャン。マジでビビ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 耳もっと悪くなっちゃうよ。要は再生だよね。これか？あ、ブーストかかってるね、確かに。これ下げればいいのか？このくらいですか。でもノイズ乗ってるよ、ずーっと。関係ないと思うです。そもそもノイズが乗ってんだろ。ドキドキ。もどのノイズが出ないか聞けよ。ミン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 事実。ノイズは耳にも身体にも良くなさそう。ノイズ消えないのか。治りません。ノイズが消えることはない。なんなんだろうな。どう考えても接触のあれだと思うんだけど俺。セミエイあっちいい、こっちいい、身内いい。これは BTO の定めなのかな、もしかして。BTO だから覆ってしまったことなのかな。身内いい。お茶爆50。モノ君のおはよう。お団子ピカピカ。お茶爆一応あれかな。こっちから送れんのかな。え、セミミうちがやってたやなんですけど、これはありがちゃん。ありがとう。ありがちゃん。ありがちゃん。やつ。ありがちゃん。ありがちゃん。水筒およ USB オーディオデバイス、デスクトップ音声の音声モニタリングの部分はモニターオフになってますか？うん、これも向こう。こういうの全部避けなの切って。身内のキャス好きだよ。ノイズ減らないから。減らないか。デスクトップ音声の音声モニタリングの部分はモニターオフになってますか？デスクトップ音声の、音声ミキサーの適当な部分で右クリックする。オーディオの詳細プロパティをクリックする。デスク以下略音声モニタリング、これかな。これのこと、これじゃないな。デスクトップ音声の
音声モニタリングってどこのことだろう。あれかな、音声プロパティかな、これかな。全部オールだね。音声ミキサーってさっき俺が右とか左とか言ってたやつ。音声ミキサーの適当なところで右クリック。あれ違うかな。あ、ほんまや、これか。多分そこのことです。音声ミキサーってさっき俺が右とか、これだよね。これはまあまあ変わらず。何を、全部下げてみて一回。はい、どれかが関与してるって可能性あるからね。はい、じゃあ、はい、じゃあ何かしらがこう、はい、じゃあ、はい、下がんね。違うね、俺も多分ケーブルだと思うな。だってこれね、抜くよ。ほら、消えるもん。ケーブル抜いたら消えんだもん。これは多分 LINE のあれなんじゃないかな。いや、ケーブルっていうかまあ、その、ジャック?いや、ジャックだと思うよ。そのレゲエ色みたいなミキサー。レゲエ色。これ?これは多分ボリュームだからな。うん。ケーブルかプラグだね、これは。これ?これはもう下げたら下がるだけだよ。単純に。OBS のあれだからね。これはね、じゃあこれはプラグだと思うな。悪いけど今2本しか持ってないから全部食べててるわけじゃないけど、一応今取っ替えてやったからね。OBS のマック設定でオーディオ詳細プロパティで、OBS のマック設定ってなんだ。OBS マック使わないでしょ。ないと思うよ。これ今どっから音出てる。これ間違った。とりあえずノイズ除去設定はできるみたい。ああ、これか。 Mac 自体から出てるのか。ああ、とりあえずノイズ除去設定できる。 Mac じゃなくてもってこと。本当？それはちょっとぜひやりたいけど、出てんだろう。別王はもうこれでいったら、これだってマイクじゃないじゃん。だってこれ俺ゲームしたら一切聞こえないからね、これね。ヘッドオンしててかもう全部設定やり直したからな。いろいろ越王のためにいじったからよくわからんことだけどし。ノイズ除去設定 OBS のね、
ントを絶やさないようにするね。すいません。なんかもう、あーとかいいとかでいいんで。デスクトップ音声マイケルルルン、おお、もの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 、フィルターを追加する、これか、あーノイズ、ノイズ抑制、キーボードのタイピング音も拒否してくれる、すごっ、これそのこれ、カエデちゃんもこれ知っといた方がいいんじゃないの、これキーボードのタイピング音拒否してくれるって、これ、これカエデちゃんに教えてあげよう、そのでこれあれで、あーノイズはやっぱ乗るな、フレーンなってるこれ、いい、あ、だって俺わかんねえよこれ、接続しなきゃだか、エツオの様子がおめでとう、エツオはおじさんに進化した、ノイズめー、ひょわひょわひょわ、泡も、ああ。おじさん、おじおじ。読み上げ音を決めです。ノイズよ立ち去れ。はい、すみません。これ聞こえないから確認できなくてさ。アム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 、咀嚼音。ああ。読む読むに読む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 、おじ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 、雪にどないしてんな、ナム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 、わら、テスト中、あーなってるね、ハイパーなってるな、ノイズのバカヤホー、テステスなってますね。ハヤム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 ニヤムアカカカ。バンモンチャンネル楽しいよ。バカ野郎。わら。ノイズのバカ。ノイズ帰れ。ねる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 。ニヤムニヤム。いやー、厳しいなー。雪に何時や、おもとんねん。です。テストテストテスト。ノイズの理由がマジでわからない。お母さん頼む。カニカニ、カニカニ、カニやカニや。
てテサさんもいねえか。うおお。無理だこれは。バックをつなげてやるってのはちょっとノイズのことを考えると絶望的です。うん。にゃー、雪に本職はないやねんな。大丈夫、麻雀やっとく、うん、やつキャツシャムチャムニヤムですよね。おじさんなしだったら、おじさんなしだったら大丈夫、うまくいきそう。うん。ライン入力が結局多分この、ええ、そうなの。ライン入力がダメなんだよ。おじさんリストラか。それならおじさんに控えますよ。いやおじさんと別れなきゃ。ゆきに新メンバーと話し合うんけ。あがあがうよ。イケボを犠牲にしまふか。大量のおじさんが解雇されるのなんかかわいいわら。わら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 。おじたん。声変わりしました。切り替え早。女性 W。 おじさん、さようなら。寒い時代だな、大量リストラだなんて。いやでも、あれだよ、声変えらんないから、まず、変えられるけど、その女性の声とか見ない。みんな一斉に声変わりの時期。雪に棒読みで遊ぶとか二個性みたいやな。おじさん、し。逆に言うと、あ、でもみんな、そうだ、みんなが生きれんだもんね。読み上げ入れたとこで別にみんなが生きれるわけじゃないから。この声気に入りました、ありがとう。おばさんどれだ。いやだ、僕はイケボーのままでいたいかもしれない。気遣ってもらってる感パないわ。おじさんと取り聞こか。歌詞も違和感しかないもん。雪や、おばあちゃん家に遊びにおいで。声変わりしました。確かにおじさんは必要だけど、第一目標はゲーム実況だから。まあね。雪に何時まで起きてるんや。いやもう今日はしょうがないんだよ。今日はもういろいろ設定で、俺もこんな時間までやるつもりなかったよ。おばあちゃん増える、うん、最後まで付き合うぞ。おー、ありがとうございます。これで問うや。うん、お父さんがいつもお世話になっております。おじさんの嫁です。困ったな。うん、おじさんさよなら。おばあちゃん。おじさんです、お疲れ様です。おじさんじゃない。どう考えてもおじさんじゃない。綺麗なお姉さんのイメージしかない。いいえ、それはおじさんではありません。おじさんはずっと心の中に言うほどのイズが入ってるか。みんなは聞こえると思う。おじさんにさようなら、おばあちゃんにありがとう。俺のボリュームにすると聞こえるんだ。川郷の上です。はじめまして。このボリュームとマジで聞こえる。もうブドゥーズ言っても。ゆきにゲームより嫁探しに精を出そうや。おばあちゃん、モノくんのノイズが心配だよ。けどやっぱ環境によってボリューム差あるでしょ。そのせいでおばさんとおばあちゃんどっちがいいかな。いやもういい。おじさんのイズ聞いてたら寝落ちしてたよ。マジで真面目な話にしたクイズだよ。まあそうだね。耳かしめ。
微妙にぼやけて見える私の目か？あれか、ピントが合ってないか。ぼやけてる。なんだろう。モノ君がふんわりしてる。ふんわりしてる。これは川棒かな？問題だらけですね。夢の中みたい。やっぱり一筋縄じゃいかないよ。ふんわりモノ。モノ君、消えないで。今までやってた環境と違うからね。しょうがない。まあちょっとね、ずっと一緒にいれたらよかったなんて、君はどこを行ったんだよ。徐々に慣れてゆきや。いきなり新しいことやるとそんなもんだよね。ゆきに髪の毛伸ばしてるんか。うん、早起きなのに起きてしまった。おはようございます。川坊の売れです。はじめまして。何食べてはるんや。また詳しい方に聞けるのかな。一息つこうぜ。一息つくか。それはどっちで流せいいんだ。わろた。こっちで流せばいいわ。みんな性別転換しててさ、澄んだ空に光る玉ねぎ。これちゃんと流れてるのかな。おじはあいいだあつてわらわらわらん流れてない。おばあちゃん、癒されるよ。だからもうあれなんだよ、全部 SO のために設定したから。もう千葉銀の子供の絵に大島の遺伝子が流れてる件についてコメントくれ。もう全部設定やり直し。大変だね。まただな。お泣きしている顔。いや、聞こえてるけどなんか途切れ途切れだった。おばあちゃん家にたまにはでね、ぼやぼや聞こえた。明日は寝坊します。ぐわんぐわん聞こえる。まあ徐々によくしていこうぜ。途切れ途切れ。今どう？途切れ途切れ。綺麗には聞こえない。何なんだろう。聞こえた。聞こえた。綺麗には聞こえない。玉ねぎって感じよ。雪にたまにはおつまちとかやってくれよ。おつまちなんかしないよ。ビブラートが弱い人みたいに聞こえる、ね、あらわらみたいな玉ねぎ。あ、ちょっとテスターさん、これちょっと相談していい？エーペックスレジェンドを落としたら、はい、エーペックスレジェンド落としたらノイズやんだ。ひょうはひょうはあっと。これちょっとヒントじゃない？これなんかヒントな気がするんだが。ほ、やんでるよねこれね。あ、やんで、あ、ごめん、やんでない。ふかすかね。いや、いや、待って待って。パスファインダーがオーラせてたのか。ちょっと上げるわ。ノイズオン。うわ、やんでる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 。やんでるやんでる。うるさかった。ごめん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 。キャンセリング。いや、でもほとんど鳴ってない。エーペックス落としたらほとんど鳴らなくなったと。自分はゲームやりながら音楽聴くと雑音入りますよ。読み上げでけ。なるほど。ごめんごめん、ちょっと、あ、ごめん。チェックセンターに投げちゃった。ごめん。やんだ。他のゲームは、プロペラをね、なくなったよね。ちょっと待って、いや、ちょっと他のゲームやってみていい？ごめん、ちょっと玉ねぎ一瞬。なるへそ。クロノトリガー。どうした？A で。
玉ねぎ取れたよ。多分これで今なんとか頼む。画面キャプチャーを切って、でもこれはもう映んないのよ。ドキドキ。これもこれで問題なんだよ。玉ねぎシス。これもこれで問題なんだよね。映んないっていう。デュエルスタンバイセットです。でこれで多分みんな画面映ってしょ今。なんで逆、なんで逆さま、恋しいような雪に来た。なんでこれ逆さま、これなんで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 、手先切ります。わら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 、もうわからん。逆は草、これは難易度高え。なんで、花太郎さん音もプティプティピーみたいに聞こえる。聞こえる。今どう、今逆立ちしながらやるしか。今どう？いや、やってない、やってない、やってない。時空が歪んでる。これ今どう？が震えてる。今オッケー？今普通？ドキ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 。音が途切れ。音が良くなる。途切れてる。音途切れてる。途切れてる。一回消します。もう一回。なんかうまくいかないなぁ。同時に鉄をも途切れてる。なんで？もうわからんわ。設定保存してオブズ再起動。おばあちゃんの声途切れてる。寂しい。そうすると雪に単純に遊ぶけだね。いやいや、そんなことある？全然パソコンのスペックめちゃめちゃ高いよ。本当に自慢じゃないけど。雪に35度だよ、今、温度。パソコンの温度。こんだけいろいろやってて。雪に2。うん。頼むよ。平熱何度？平熱は30度とか。30度台に落ちたので、買いですね。35度だよ、こんだけいろいろやってて。これね、OBS 再起動ってことは、あれなんで、すいませんが、配信止まります。マザーのアップデートしてないけどな。それ関係ないでしょ。関係あんの？知り合いに聞いたらそこまで問題ないって言ってたよ。待っとる。オーディオ関係は関係あるぞ。ああ、なるほど。それ言われたらどうしようもねえな。オーディオ関係あるって言われたらもうどうしようもない。雪にも酒飲んでアップデやな。マジかよ。いやでもやめた方がいいですよって言われたよ俺。ちょっとよっぽどじゃない限りやめた方がいいですって。本当に一発アウトだから、失敗したらちょっと。ちょっといきなりパソコン初心者がやるもんではないですね。発アウト、うん、パソコン動かないんですよって言われたからね。失敗したら今そこまでリスクを負うほどでもないと思います。それは死ぬわら。夏だけ出る氷について。あんた、匂いのね。
中古物資。何で言った？なんだそれ。めちゃくちゃだな。一旦ちょっと作業します。一旦終わりします。ごめんなさい。